だらしない。おいほら、朝だぞ、起きろ。ちょっと、もしもし。もう食べられない。食べられない？無理無理。そう、それじゃあいただきます。なんだ、なんか食ってる夢でも見てんのか。あれ、塩味マリモ。これ口塞いでも起きそうにないな。よっと。おお、効果あるな。今度からこうやって起こすか。つうかさ、姉ちゃん、そろそろ一人で起きられるようになってくんない？なんだ、どうかしたのか。今ね、魚っぽいようなマリモっぽいような物体の丸焼きを喉に詰まらせて。夢のことだよな。うん、枕元に何もないから多分夢だと思うよ。危ねえな、夢と現実の違いがわからないとは。おはようって今更だな。あんな夢見たせいか魚食べたくなっちゃった。喉に詰まらせて窒息死しそうになったのに。うん、それとこれとは別だよ。別か。お父さん、魚焼いてくれないかな。魚？俺は魚より肉の方が断然いいね。それが何？うん、ふみ、最近太ったんじゃない？え？なんか全体的にプクプクしてきたよ。ま、マジ？マジ。俺、運動しようかな。だから部活入ればよかったのに。いや、面倒だから絶対嫌。ただでさえ生徒会がめんどくさいんだ。加えて一緒に部活もやるなんて。そんなことばっかり言ってるとそのうち本当に。なんだ、そのうちなんだってんだよ、気になるじゃんか。なんだよ。ここってどこ。姉ちゃんの部屋。来たから。か、か、勝手に入ってこないでよ。普通ノックとか。ああ、さっきのかっていうのは勝手にって言いたかったのか。違う、ノックで起きるのか。今まで起きた試しがないぞ。で、出て行って。お、おい、いつもは怒らないくせにどうしたんだよ今日は。何が悲しいんだよ。雲はもう太陽を拝むことができない体になっちゃうんだね。何の話？どういうこと？そのままの夢だ。お父さん、お父さん、この人怖い。はい、呼んだか。でもご飯にするから降りておいで。話は下で聞くから。だ、ダメだ、その間に俺が滅殺され。ご飯？わーい。え、切り替え早っ。
ジで魚だ。いただきます。はい、どうぞ。フミは魚嫌いだっけ？嫌いじゃないけど、最近野菜とか魚ばっかりじゃない？じゃあ今日の夜は肉料理にしようか。やった大丈夫か？そんなに駆け込まなくても朝ごはんは逃げないぞ。あ、しかも本当に正夢だったじゃん。喉に詰まらせている。なあ父さん、今月暇な日ある？ふみ、どこか行きたいの？いや、じいちゃんがたまには神社に顔出せってさ。考えろよ。だいたい姉ちゃん風紀委員だろ。天保営の支度とか入ってんじゃねえの？え、風紀委員が天保営で何するの？ん、天保営？ああ、なんだか旧校舎の解体ついでにお祭りをやるんだとさ。父さんだって急に仕事休めないだろ。そうか、そうだな。大学に連絡してくるな。ふみ、大丈夫だよ。すっげえ自信満々だけど、一体どこに根拠が？取れたよ。連絡早っ。ほら、大丈夫だったよ。いや、え？いやいやいや、それより今いつ電話する時間があったよ。おい、まあまあ落ち着いてフミ。じゃあなるべく早く帰ってくるんだよ。はーい。どうしたのフミ、しょんぼりしちゃって。いや、俺二人と暮らし始めてそろそろ10年経つけど、時たま温度差を感じるんだよな。温度差？徳波さん、ありがとう。いやいや俺の味方は徳波さんだけだよ。徳波さん。ねえフミ、徳波さんって脳内の友達？いやいや、徳波さんは自爆霊っていうか脳内のって。また取り憑かれてるのか？いや、俺に取り憑いてるわけじゃなくて、この家に。はじめまして、徳波さん。あの、俺に向かってはじめましてって言われても。徳波さんってどこの人？え、日本語喋ってるから日本人かと。徳波さん、この子たちのおじいちゃんは天野神社で神主をやってるんですよ。除霊されないように気をつけてくださいね。ああ、もう俺に向かって話しかけるなっつーの。でもなんでフミは取り憑かれやすい体質なんだろうな。いや、だから俺についてるわけじゃなくて家についてるんだってば。楽しそうだよね。楽しかねえよ。ところで二人とも急に話変えるのかよ。フミ、朝から元気だね。全然。で、どうしたのお父さん。いつもなら家を出てる時間だぞ。いいのかこんなゆっくりしてて。え、だって時計じゃまだ。っていうか柱時計止まってる。ああ、振り子は動いてるけど時計部分は止まってるな。日曜あたりからかな。分かってるなら直せよ。おい、知るか。行ってきます。ああ、ふみってば。行ってらっしゃい。